ぱり一人は緊張します。今すごい緊張してるんですけど、声も震えてるんですけど頑張ります。ファンの方とは、お隣こちらお願いします。私のことがわからない方でもこの写真集を見ると、あ、佐々木美佐子っていうのはこんな子なんだなっていうのがわかる。私は宮城県出身で結構海の子なんですね。海の子なので、でも東京に来ると結構海に入る機会っていうのがすごく少なくなって、沖縄に行った時にすごい、沖縄って海のイメージがあるんですよ。だから海に入りたいなと思ったら海に入れたので、久々に入ってすごく気持ちよかったなと思いました。いつぐらいに撮影されたんですか？いつぐらいでしたっけ？そうですね、4月はまだアンジュルムじゃないそうです4月、これは浮いてるんですよ、海に浮いてて、これなんか浮くのにすごい時間かかったんですけど、結構海入るんですけど泳ぐのが苦手で、なんか浮いたこともなかったんですけど、結構これは頑張って撮った写真ですね。泳ぐの苦手なんですか？海っ子なんですけど、25メートル泳ぐのがすごいきついです。本当にね、そうですね、2期メンバーさんが、そうですね、昨日イベントがあったんですけど、そこでお話しさせていただいて、でもなんか写真集はいいみたいなことを話したんですけど、でも多分なんか失敗したいんじゃないかなと思うので私ちょっとお先に失礼しますって感じなんですけど、出してよかったことというと、他の皆さんも出したいっていう、いやでも分かんないです。私がなんかただこういう風に理解してるだけであって、リクさんとかどうなのかなと思って、そうですね、いろんなことが起きたなと思って、大気がするで2位だとか、あと今回ガシン翔太も2位を取らせていただいたりして、こうメディア的に前に前で半年だなと思って、結構3期メンバー、最新メンバーも結構この半年で成長できたんじゃないかなって思うんですけど、もっともっとでも成長しなくちゃいけないなと思って、結構忙しいなと思いますね。暇があったら宮城とかに帰ってたんですけど、今年は帰れるか帰れないかぐらいわかんないんですけど、帰れなくて帰れないかぐらい忙しいので、でも帰りたいなと思うんですよ。でも忙しいことは結構ありがたいことだなと思うので、帰らなくていいかなって思ってます。アンジュルムは結構スマイルエイジ時代から思ってるんですけど、結構面白くて楽しい方々がたくさんいるので、面白い子だったりとか、歌とダンスがすごく好きな子だったりとか、でもやっぱり一番はアンジュルムが好きって子に入ってきてほしいです。そうですね、不安はないという噂になるんですけど、やっぱりセンターっていうのはですね、すごい目立つ位置なので譲りたくはないなと思うんですけど、でもっと私なんかすごいことが入ってきたらしょうがないかなと思うんですけどでも負けたくないなと思いますね、はい、どうすれば負けないと思いますか？どうすれば、そう、時代に流されないことですよね。自分の意思を貫き通した。センターのプライド。そうですね。はい。先輩にも後輩にも負けないぞという気持ちで、前に前の選手で頑張っていきたいなと思います。